はい、どうも皆さんこんにちは、ラノモです。今回ご紹介しますのはこちら、スーディオよりご提供いただきました完全ワイヤレスイヤホン、トルブを今回ご紹介します。サムネイルをですね、見ているかと思うんですけども、おしゃれでスタイリッシュなデザインで、女性におすすめかなと思って今回ホワイトをですね、ご提供していただきました。で、こんな感じでですね、ギフト用のパッケージもあるんで、まあ、こうやって入れて、プレゼントにいいんじゃないかなと思います。ホワイトデーのね、プレゼントとかにも、まあ、イヤホンが好きな女性にはいいプレゼントになるんじゃないかなとも思ったんですけども、こちらのスーディオはですね、スウェーデンのメーカーになります。社名のスーディオは、スウェーデンとオーディオを一体化したもので、スーディオの挙げる北欧デザインをビジョンに、音楽を日々楽しむ方々が満足できる高品質のサウンドを提供するという誓いを合わせて、この社名を選びましたということです。で、今回紹介しますトルブもそうなんですけども、北欧デザインっていうんですかね、すごくおしゃれですよね。ホワイトはですね、女性にも合いそうなんですけども、ブラックもですね、またボタンが黒でですね、統一感があって、男性にも選びやすいのかなと思います。連続再生時間は7時間、ケース込みで4回充電できて35時間ほどとなっています。まあ、以前紹介してますグライディックの TW7000 とか、アビオットのね、TE の D01D が9時間持つんでね、ちょっと少ないような感じもするかもしれないですけども、7時間も持てば、まあ十分すぎる、結構持つ方なんじゃないかなと思います。ドライバーにはですね、グラフェンを採用してまして、高品質なサウンドを実現。Bluetooth は 5.0 で、コーデックはですね、SBC と AAC 対応になっています。それではですね、早速開けていきたいと思います。はい、ということですね、パッケージはこんな感じのパッケージになっています。まあ、シンプルなパッケージになってますね。で、裏にこういう風に、まあ、付属品の説明が書かれてますね。全部英語で書かれてるようです。じゃあ開けていきましょう。はい、じゃあ開けます。はい、来ました。こんな感じ。ちょっとあれかな、カメラの設定がもうちょっと暗くした方がいいかな。はい、ちょっとですね、カメラの設定ちょっと暗めにして、ちょっと白飛びしないような感じにしました。で、まず下の付属品から見ていきましょう。こんな感じの入れ物になってますね。まず説明書ですね。説明書もこういうカバーに、袋に入ってるんですね。めちゃくちゃいろんな国で発売されてるんですね。すごいいろんな国の言葉で説明書が書かれてます。こんなにありますね。ちゃんと一番最後にね、日本語っていう風に書いてあるんで、日本語にも対応します。こんな感じですね。で、それからイヤーピースですね。イヤーピースはですね、白のイヤーピースになってます。軸も白だし、もう全体的に白の統一感のあるイヤーピースになってますね。で、それからスーディオという風に入っている USB ケーブルですね。充電用の USB ケーブルになります。じゃあイヤホン見ていきましょう。おーほー。こちらがまずケースですね。持ちやすいし、おしゃれだな。ツルツルっていうよりちょっとこう、なんていうか滑りにくいような感じの手触りになってますね。こんな感じになってます。で、ここに紐っていうか、これなんて言うんでしょうね。これがついてるおかげですごくおしゃれな感じがするな。じゃあ開けましょう。はい。来ましたー。こんな感じ。ボタンがピンクって言っても、そんなにそのすごいピンクって感じじゃないんだな。実物はちょっとこう、鮮やかさがちょっと少ないとか、ちょっと写真を見た感じだとちょっと結構ピンクなんかなと思ったけど、そこまでピンクって感じじゃないですね。うん。で、こうやって、自動で閉まるような感じになってます。はい。で、イヤホン本体はこんな感じになってます。ちょっとペアリングモードに入っちゃって、ちょっと開けただけでね、すぐペアリングのモードに入るみたいです。こんな感じのデザインになってますね。全体的にまあ白で統一されていて、ボタンがちょっとピンク色っぽいような感じのボタンになってます。こんな感じですね。で、ここに充電するときに、ここにまあ接続させて、充電するまあ接点の部分がここにくっついてますね。で、イヤーピース外すと、こんな感じ。ここも白なんだね。もう本当にこう全体的に白で統一してて、僕結構この統一感が結構好きなんで、これいいですね。で、ここにこう磁石がついてるんで、入れただけでカチッとくっつくようになってますね。で、これでまあ充電して使うといった感じになってますね。で、ここがちょっと充電のインジゲーターついてるんですけども、で、左と右でね、こう LED のインジゲーター違う役割になってるみたいなんですよね。今こっち側だけ点灯してますけども、で、左側がですね、充電ケース。で、右側がですね、イヤホン側のバッテリー残量を表示するものになってるようです。イヤホン側がこうケースで分かるって結構珍しいですよね。イヤホンの充電中はですね、ここが赤く光るようになっていて、白いライトに変わるとフル充電が完了している状態を示しますということなんそうです。で、こう開けて取る時もね、こう手前がちょっとこう空洞が空いてるんで、こうやって取るだけで簡単に取れます。でも落とすって感じもなさそうですね。で、まあイヤホン本体もちょっとこう滑りにくいような感じになってるんで、落としにくい感じにはなってるかなと思います。ちょっと聞いてみましょう。ここを開けて、
うん、フィット感は全然いいな。ちょっとアップで。はい、でつけてみた感じはこんな感じですね。うん、つけ心地は全然悪くないですね。ちょっと見た感じがちょっとあれかな、もうちょっとちゃんとやればもっと良くなるのかな。全然悪くはないんですけどね。こんな感じですね。ちょっと聞いてみましょうか。うん、これ俺結構好きな音だな。結構その低音もしっかり出るし、高域も結構しっかり出るような感じで、今さっき EDM 聞いたんですけども、しっかり楽しめる音質になってました。ちょっとこれね、長時間聞いてみてですね、感想をまとめて述べていきたいかなと思います。はい、ということでですね、あれから13日経っています。いつも通りですね、いいと思ったところとちょっと微妙だなと思ってしまったところを述べていきたいと思います。まずいいなと思ったところなんですが、デザインがおしゃれ。これはもう本当にすごいおしゃれだなというふうに思うんですけども、北欧デザインのシンプルでコンパクトなケースがおしゃれですよね。でまたこの何ていうんですかね、革紐っていうんですか、革紐もまたアクセントになってるというか、よりおしゃれな雰囲気を出してるなと思います。ケースの表面もね、こうマットな仕上がりになってて、滑りにくいんで、まあ、手に馴染みやすいですし、まあ、落とすこともね、ないんじゃないかなと思います。かなりしっかりと手に馴染みます。ケースの表面もね、マットな仕上がりになってて、シンプルな使いやすさっていうのを感じますね。イヤホンもですね、結構小さめで軽いんで、女性の方にも耳に合いやすいかなと思います。ゼロオーディオのですね、TWZ1000 なんかは、結構ね、筐体大きめなんで、女性だと耳から出っ張るのがね、ちょっと不格好だなと思う方もいるかもしれないんですけども、結構小型なんでね、耳に収まりやすいのはいいかなと思います。あと、ケースのね、磁石が強いんで、充電しやすいですね。これ、いろいろな完全ワイヤレスイヤホンを使ってて思ったんですけども、ケースの磁石が強いと、こうやってね、軽くケースに入れただけで、カチッとしっかりとケースに入るんで、簡単にね、しっかりと充電されるし、ペアリングも解除されることになるんですけども、これね、弱いやつもあるんですよね。まあ、TWZ1000 なんかちょっと弱いんで、弱いやつだと、なんかこう、うまくこう充電されてなかったこともあったりとかするんで、これ、いろいろな完全ワイヤレスイヤホン使ってて思うんですけど、ここの磁石が強いやつっていうのは結構使いやすくて、いいところなんじゃないかなと思います。あと、ギフトラッピングですね。こういう感じのスーディオのギフトラッピングもあるんで、プレゼントにもいいかなと思います。まあ、クリスマスのプレゼントとかもう結構過ぎちゃったんですけども、例えばホワイトデーとか、まあ、イヤホンが好きな女性にプレゼントするのもいいのかなと思います。音についてなんですが、全体的にバランスのいい音質になってます。僕が所有している完全ワイヤレスイヤホンの中では一番バランスのいい音がします。低音も程よくなるんですけども、どちらかというと中高音域が綺麗になる印象ですね。ボーカルも近くに感じるし、いろんな音楽に合いそうですし、まあ、高域も程よく出るけど刺さるほどじゃないんで、本当に全体的にバランス良くて聞きやすい優等生って感じですね。解像度はですね、そんなに高くないんですけど、かといってこうちょっとこうウォームな感じでもなくて、これまたこう程いい感じの解像感なんで、だから一番最初に聞いた時に、あ、この音好きだなっていうふうに思ったんですけど、個人的にそういう感じの音好きなんで、まあ特徴が少ないとも捉えられちゃうかもしれないんですけども、個人的にはこういう感じの音すごく好きですね。どちらかといえば EDM とかより、まあ歌もののロックとか、あんまり重たすぎない音楽の方が合うかなと思います。続いて微妙だなと思ってしまったところなんですが、ケースのバッテリーのインジゲーターが分かりにくいところですかね。これこうやってしまうと分かるんですけども、今こうこっち側が赤で、左側が白く光ってると思うんですけども、これ左側が充電ケースのバッテリーで、右側がイヤホンのバッテリーの残量を示していて、イヤホンを戻すと右の LED が赤く光ってイヤホンを充電していることを示します。まあこれ分かりやすいなとは思うんですけども、問題はこの左のね、ケースのバッテリー残量を示しているインジゲーターの点滅の仕方で、4段階でねバッテリー残量レベルを確認することができるようになってるんですけども、ちょっと分かりにくいですよね。一応左側が赤く光り始めると 40% 以下の残量レベルということなんで、まあ分かりにくいというわけでもないのかもしれないんですけども、まあ、右側のねイヤホンのバッテリー残量の表示は個人的にはいらないんじゃないかなと思ってまして、まあ、イヤホンに接続すればね、残量がどれくらいかっていうのはね、右上に表示されるわけなので、その分ね、他の完全ワイヤレスイヤホンみたいに複数の LED でケースのバッテリー残量のね、インジゲーターをつけた方が、まあ、分かりやすくていいのかなと個人的には思いました。
はい、ということですね。スーディオのトルブのご紹介でした。個人的にはね、ちょっと充電のインジケーターが分かりにくいなとは思ったんですけども、赤く光ったらね、充電するって感じで考えれば、4段階すべてをね、理解する必要もないのかなとは思います。あとは北欧デザインのね、シンプルでおしゃれなイヤホンだし、音もね、バランス良くて、万人受けする印象もあるんで、女性の方のプレゼントにもおすすめできるかなと思うし、プレゼントされてもね、喜ばれるんじゃないかなと思います。購入する際はですね、下の URL のスーディオ公式ストアで購入するときにですね、ララマロと入力するとですね、15% オフになるクーポンコードをですね、発行してもらっています。なので15% オフなので、結構お安くね、購入することができるようになってますので、ぜひ購入するときはですね、スーディオの公式ストアで購入していただきたいなと思います。はい、ということですね、この動画良かったと思う方はグッドボタン、あとチャンネル登録と、下にね、ツイッターのリンク載せておきますので、ぜひフォローの方よろしくお願いします。あと、スーディオさんのね、SNS も載せておきますので、そちらの方もぜひフォローの方よろしくお願いいたします。それではどうもありがとうございました。ダノーでした。